朝のご報告があります。また夜中の3時頃に今度はポンちゃんが羽布団の上でおしっこをしてしまいました。なんか体調が悪くてとかではなさそうなんですね。なんかふかふかする気持ちいいところでおしっこをするというのが楽しくなっちゃったのか、もしくは一個考えられるのは廊下に自分で出てしまうので、あ、寒って言って戻ってきた。で、思わずそこでしちゃった。なんていうこともあるかもしれません。これから、朝今8時を過ぎましたが、またコインランドリーに行ってきます。コインランドリーの模様はもう 収録しません。行ってくることにします。それから対処法ですけれども、特に、科学的根拠とか動物学的根拠とかそういうものはありませんけれども、たくさんなでなでしようかなと思っています。ポンちゃんは比較的そのなでなでしてほしいって言って来ないんですけど、遠くから何か呼んだりとかですね、何かを訴えようという感じはあります。その時に近づいていって撫でるっていうことをたまにするんですが、もっともっとこうやってスキンシップをたくさんしてですね、なんかこう甘えてくれるように、素直になってくれるようにちょっとしてみようかなと。まあそれが、布団の上でおしっこをするのが止まるということになるか、つながるかは分かりませんが、とにかくできることはやってみます。トイレはね、きれいにいつも最近しているので、トイレの方でしてくれると嬉しいな、ポンちゃん。ね。じゃあちょっと行ってくるからね。さあ、窓の花を作ろうかな。今はここにこんな風にしています。ちょっとお邪魔かしら？少し待とうか。
軍犬。ポンちゃんがここにいながら生けた花はポンちゃんに似合う派手な感じになりました。ちょっとよく見えなかったところがあるけどね。どうですかポンちゃん。ポンちゃん、羽毛布団はコインランドリーできれいになって戻ってきました、ついでだということで羽毛の枕もですね、洗ってみたそうなんですが、そうなんですがというのは黒犬は、今日は付き添わずに仕事をしておりました。まおいママさんが一人で出かけて、コインランドリーを行き来しておりましたが、羽枕はなんかねなかなか乾かないんですね、ということで今、自然乾燥、まあ置いとくだけということですけどね、しています。そこでポンちゃん、よいしょ、ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ、何してみようかな。ポンちゃん、お願いがあるんですが、よろしいでしょうか。おしっこはトイレでいいですか。おしっこはトイレでお願いしますね。どうすると猫がトイレでおしっこをしてくれるようになるのか、その辺は全く分かりませんが、とにかく撫でるということにしました。これは、何かが、あってそうするといいよということは全くないのですが、少なくともお願いしている状態です。おしっこはトイレで、よろしくね。